ンポン。こんにちは、あらて、どなた、久しぶりあかりちゃん。父と剣の柱のゆずきこら。私に、見覚えない。あわわわわ、こんにちは。あら、ママ、お母さん、なんというか、いつもと違いますね。ふふふ、ちょっと今日は気合い入れてみたの。気合の問題。この姿になるためにはこう、丹田にぐっと力を入れれば、そんなお手軽大変身あってたまるか。え、私もできますよ。なんでできんだよ。ほら、お前その変化丹田への力の入れ具合で調整してたの？あ、これだけはまだできないので着ぐるみです。そこの難易度はわからねえよ。こんにちは。あら、あかねちゃん、あおいちゃん、久しぶり。顔壊すに、これはすごく楽しそうな時のお母さんだ。違うだろう、惨劇始まる時の笑顔だろうがよ。でもショッピングの時とかいつもこんな感じだし、周りのファミリー層引いてるだろうがよく見ろ。誰？ホルマリン大中期。父です。お父さん、なんかいつもと違いますね。これは、単純にオシャレした結果です。単純にオシャレした結果かよ。丹田で変身しろや。とにかくお母さん、みんな怖がってるから顔隠して、しょうがないわね。その能力が役立ってるとこ始めてみたわ。うふ、より怖いのでやめてくださいません。ホルマリンに、つけるぞ。どうなさいました？ああ、もう限界。なんか安心感。おめえもかよ。で、これじゃあ誰が誰だかわからなくなりそうやな。ホルマリン、大好き。お父さんやな。あらあら。大変ねー。お母さんやな。じゃあ左のこいつは。ホルマリン大好き。お父さん。ふっふっふ。誰が誰でしょうか。大変申し訳ないんですけど、帰ってくれません。でかすげえ、どうでもいいんだけど、ゆかり先生はなんでお母さん呼びとママ呼びが混じってるの？家とテンパった時はママよ。でも友達の前ではお母さん、お年頃なの。ちょっとやめ